北国新聞ニュースをお伝えします任期満了に伴う七尾市長選挙は昨日投開票が行われ無所属の新人で税理士の茶谷義孝さんが初当選しました当選から一夜明け茶谷さんは朝から市内で街頭に出て行き交う車に手を振って市民の支援に感謝しました 日場にあたって1ヶ月以上前から街頭でアピールし続けた茶谷さんは囲み取材に応じて七尾は素晴らしいものがたくさんある非常に豊かな土地市民がそれを実感できる街にしていきたいと姿勢を担う意気込みを語りました県案の七尾駅前にある複合商業施設パトリアについては出店する意向を表明している総合ディスカウント店 ドン・キホーテとの契約内容などを考慮しながら出店の方向で進めていく考えを示しました。 県内最年少の市長誕生、うん、ということになりましたね。まあ本当に当選のこの翌朝にですね辻立ちをするというのもねまあ若さの証かもしれませんですけどね。えー、まああの何と言っても中心部のまあ活性化というね最重要課題もありますよね。まああのと最大のおまと市に活力を注入してほしいというふうに思いますね。はい。東京から金沢市出羽町に移転し 国立の美術館として日本海側で初めてになる国立工芸館が昨日開館しました元サッカー日本代表で名誉館長の中田秀俊さんが一昨日報道陣の取材に応じ抱負などを語りました国立工芸館の開館記念式典には国・県・金沢市の行政や美術関係者など およそ70人が出席しました。式典の挨拶で中田さんは、10年ほど全国の工芸産地や作家を訪ね、工芸が非常に好きになった。会館に立ち会えるのは本当に光栄だと喜びを語りました。作家、またその産地消費者、そこ一番今重要だと思っているのは、その。 作り手と消費者の距離というのは非常に遠いなと、まあ、その中でこの石川非常にこう作り手が多いこの土地でこの国立工芸館ができてまたまあ消費者またここの,あの工芸館を訪れる人たちとその作り手の距離が近くなるっていうのはまあ非常にいろんな可能性を生むんじゃないかなと思ってます。 国立工芸館では昨日から開館記念展1が開かれ所蔵するおよそ1900点から得りすぎったおよそ130点が展示されています会期は来年1月11日までで当面新型コロナの感染を防ぐ対策として定員を設けたオンラインによる事前予約制になっています。 ニュース解説もその国立工芸館についてです日本の工芸の粋を集めた国立工芸館が新展示金沢でオープンし初日から待ちかねた地元ファンが工芸王国の価値を高める名品の数々を堪能しました様々な課題を乗り越えて実現した移転ですが野口さん文化の地方創生のモデルケースになるかどうか 迎え入れる石川の進化が問われるのも、これからでしょ国立工芸館は、まあ、移転前はです、ねえー、東京・北の丸公園の、まあ、旧近衛師団司令部庁舎を活用していて、まああの、靖国神社なんかも近いところなんですけどね、はいまあ、県の提案を受けて、えー、国は2016年3月に移転を決定しました。 まあ当時、長谷博さんが文部科学大臣だったということも幸いしたんでしょうかね、まあ、あの移転先として県と金沢市は旧陸軍第9師団司令部庁舎と金沢開港者の移築と復元を進め、まあ今年春に完了をしました、まあ、移転する前はですね、まあ、建物の中にはですね しか県石川県の,この公園緑地課という部署があって、ですねええ職員が常駐していましたね、まああの、当時は何度か私も足を運びましたけれども、まさかこの工芸の殿堂として生まれ変わるとは思いませんでしたね <laughs>、えーまあ、外見だけ見てもこう、ね、ご覧のように非常におしゃれに生まれ変わったように感じますよね。ええ 学院の方も順次搬入されるようですね。まあ、あの東京の旧工芸館の所蔵品約三千八百点のうちですね。まあ、石川には芸術院会員と人間国宝の約千四百点を含めて。まあ、来年度中には約千九百点が移されることになっています。はい、まあ、全体を見渡しますと、まあ、館内にこの仕事部屋が移された漆の神様という。 金沢市出身の松田権六さんをはじめとして、まあ、この地が生んだ巨匠の逸品が全体のそうです、ね、大体約1割を占めるということです、えーまあ、さながら、まあ、国立ならぬ北陸工芸館と言えるほどの厚みがありますよね、えーまあ、加賀藩が育てた匠の伝統が明治以降も受け継がれて、まあ、とりわけまあ終戦直後,に直後に始まった 現代美術展で育った作家たちが次々と芸術に会員や人間国宝に上り詰めた国立の美術館で その流れが、外観できるというのも、あ、工芸王国の証でしょうね。そうですね。石川には見る側、作る側に、こう、分厚い層がありますから。そんな環境の良さを生かしたいですね。うん、そうですね。あの、二十四日の、お、開館記念式典では、まあ、今もあったように。名誉館長に就任した、元サッカー日本代表の、中田英寿さんが。 大きな産地である石川、金沢と愛好者との距離を縮めて世界に発信する役割を果たしてほしいというふうに挨拶をされていました。はい、これ一番大切なあのことを指摘されたと思いますね。えー、まああの隠そのこの地域と比べても神威館に優れた地元愛好者にしっかりとまあ認知をされて、まあ高野山地の地元作家のこの創造力を磨く刺激する場になれば。 これはまあ東京にできない美の発信ができると思いますね隣り合う県立美術館などと協力して、魅力ある文化エリアにしたいで今、ちょうどですね、県立美術館では、石川がこの入選者数、全国一位の日本伝統工芸展が巡回開催されてますし、県立歴史博物館では、 半世紀の文化土壌を伝える加賀藩江戸屋敷展も開かれています。この三館がこの揃い組の揃い組したこの濃厚なですね、まあ展示ゾーンというのはおそらくよそのですね地方としては得られないと思いますね。まずは私たちが地元でですね、この豊かな文化の恵みに増える幸福というものをぜひとも味わいたいですよね。そうですね。 飲食店を支援する GoToEat のプレミアム付き食事券の販売が今日、県内の郵便局で始まりましたプレミアム付き食事券は500円券を25枚つづりにして1冊1万円で販売され1万2500円分の飲食に使うことができます食事券の販売は今日から県内 247の郵便局で始まり、金沢中央郵便局でも専用窓口に引き換え券を手にした客が次々と訪れ、食事券を購入していました。金沢市内に住む70歳の主婦は、孫たちと寿司やお肉を食べに行きたい、追加販売されれば2冊目も購入したいと話していました。 食事券の一時販売は来月十三日までで、購入は一世帯につき一冊です。食事券は今日から利用可能で、およそ三千件の加盟店で。来年三月末まで使うことができます。金沢市の立町と新立町の両方の商店街で使える。プレミアム共通お買い物券が昨日販売され。 およそ500人の列ができる人気を見せました。このプレミアム共通お買い物券は、アパレル店が多い建町と日用品店や飲食店が集まる新縦町が、金沢市の補助金を活用して初の共同事業として発行しました。買い物券は1セット1万円で1万3000円分の買い物ができて、 一人が5セットまで購入できるため最大1万5000円分が得になります買い物券の整理券は立町広場で配布され若者を中心におよそ500人の列ができるほどの人気を呼びました整理券は1時間ほどでなくなり昨日販売する予定の商品券1500セットを完売し商店街の関係者は 新型コロナの影響で落ち込んだ客足の回復に期待を込めていましたプレミアム共通お買い物券は2つの商店街の140店舗で12月末まで使え今月31日にも1500セットが販売されます 起爆剤になればいいですね。若、まあ、い人たちたくさん並んでましたけどね。えー、まあ、このた町、新立町まあ道路を隔てて隣り合う商店街ですけどね。はい、非常にこの個性的なお店が多いところですから、まあ,あの好みのお店をですね。発見するという意味でもいいタッグだと思いますね。はい、まあ、goto eat も活用しながらですねえ。街歩きを楽しんでみてはいかがでしょうかね。ね 大相撲11月場所の新番付がきょう発表され七尾市出身で金沢市西南部中学校 OB の輝きは自己最高位の前頭3枚目に上がりました。来月8日に初日を迎える11月場所の新番付で輝きは西前頭6枚目から自己最高位の東前頭3枚目に番付を上げました。 先場所8勝七敗で勝ち越した輝きは序盤で力強い相撲を見せ前半戦を折り返しましたが後半戦は爪の甘さが目立ち失速しました十一月場所は恵まれた体格を生かした力強い相撲に期待がかかります幕内の郷土力士では金沢学院高校 OB の遠藤が西小結から西前頭七枚目に 金沢学院高校大学 OB の遠方は、東前頭9枚目から西前頭11枚目にそれぞれ番付けを下げました。子どもたちが手作りした安頓を自宅の前で灯す金沢市大徳小学校の安頓祭りが来月1日に初めて開かれます。 この祭りは大徳小学校の育友会が毎年11月に開いていた大徳フェスタが新型コロナの影響で中止になったことを受けて企画されました大徳小学校の体育館ではきのうあんどん作りが行われ子どもたちが穴を開けた段ボールにイラストやカラーフィルムを貼り付けて医療に携わる人や家族への感謝 それに未来を思う気持ちなどを書きました。暗鈍に灯す LED 発光ダイオードの照明と案内チラシは児童全員に配布済みで、来月1日に行われる祭りでは、大徳小学校の校歌に大小およそ400個の暗鈍に火が灯ります。点灯時間は午後5時から7時までで、 育友会は散策も楽しめるよう安藤の場所をホームページで公開します野々市市の観光物産協会などが親子を対象に昨日開いたイベントで地元出身のアニメ映画監督米林博正さんが循環型社会の実現を訴えましたこの親子で地域の未来を考えよう in 野々市は 昨日、にぎわいの里、野の市カミーで開かれました。米林さんは、高校時代の同級生で、東北大学大学院の田田地下淳教授が、今年2月に出版した絵本、生ごみからエネルギーを作ろうの差し絵を手掛け、環境問題に関心を持つようになりました。昨日のイベントで米林さんは、大型のボードを使い、 集まった市民およそ40人を前に絵を描きました絵の中央には絵本に登場する主人公の女の子がメタンガスと液体の肥料を作る姿が描かれその周りに液体の肥料で育てる花などを描き故郷の未来を表現しました北国新聞ニュースをお伝えしました